2023-74大二郎カップ第5戦、いよいよ今シーズンもファイナルラウンドを迎えました。この日は風が少しあったものの、いいお天気の中最終戦を迎えています。そしてレースの前には、全日本ロードレース選手権に参戦する日本郵便ホンダドリーム TP の手嶋祐介監督からチーム T シャツが各ライダーに贈られました。ちょっとだけ早いクリスマスプレゼント、そんな感じでしょうか。お揃いのキャップもかぶって、まずは並んでフォトセッションです。来シーズンも頑張っていきましょう。さあ、いよいよレースが始まっていきます。この日はタイムアタックの後、上位4名による Q2 スペシャルステージも行われて、スターティンググリッドが決まりました。ポールポジションは田中陸選手、2番手は中山優吾選手、3番手は田中風斗選手、4番手は伊藤佑樹選手、5番手木村龍之介選手、6番手が木村沙奈選手、7番手下家真紀城選手、8番手和地高原選手、9番手が星野隼人選手、そして10番手がモー・ケイチェン選手というメンバーです。さあ、今回は18周最終戦にふさわしい周回数で今スタートになりました。まずは1コーナー飛び込んでいったのはゼッケン3番の田中風斗選手。この日は3番グリッドスタートでしたが、いいスタートを切りました。そしてその後ろには田中陸選手がいるでしょうか。ですが、第1ヘアピンから激戦になっている。ゼッケン3番の田中風斗選手の後ろ、ゼッケン67田中陸選手がつけて、そして今第2ヘアピンのところでは3番手に木村龍之介選手が上がってきたでしょうか。4番手にいるのが、さあそして最終コーナーで順位が変わった、ゼッケン93の中山優吾選手が3番手に飛び込んできます。まずはオープニングラップを終えて、オープニングラップを終えた時点ではどうやらポールポジションスタートのゼッケン67田中陸選手が若干前に出ているようです。2周目の周回の第1ヘアピン、少しトップ2が逃げ出しているでしょうか。3番手争いは4台という感じ。3番手は今中山優吾選手、4番手が木村龍之介選手、5番手に伊藤佑樹選手がつけているようですね。その後ろは木村沙奈選手でしょうか。さあ、2周目の周回が終わっていきますよ。最終コーナーを立ち上がっていきます。アウト側いっぱいいっぱい立ち上がっていく各ライダーです。まだトップ6は順位がわからないという感じでしょうか。ちょっと今伊藤佑樹選手が 1,2 コーナーのところでクリップ外してしまったか。さあ、そして第1ヘアピンで入ってきました。3番手争い結構かなり激戦になってますね。3番手には木村龍之介選手が上がってくる。4番手に今中山優吾選手というオーダーになってるでしょうか。最終コーナートップ争い激しい。しっかりとイン側を締めていきます。そして5番手にいる伊藤佑樹選手なんですが、しっかりその3番手争いに加わっていますね。さあ、4番手に上がれるかな。コントロールライン通過。今これで4周目の周回に入っていったということになるでしょうか。これトップ争いよりも3番手争いだ。木村龍之介選手かなりコンパクトに第一ヘアピン回ってきます。なんとしても表彰台は取りたい、そんな感じの序盤でしょうか。そして少し遅れて木村沙奈選手、この白いヘルメットですが、まだまだ6番手ではありますが、挽回、上位いけそうですよ。さあ、3番手争い、今最終コーナー変わったかな、どうかな。サイドバイサイドだ、並んでいる。そしてトップ争いもテールトゥーノーズになっています。まだゼッケン67田中陸選手がトップを守っている状況。そして2番手には田中風斗選手、ゼッケン3番です。そして今コントロールラインを通過していくのは、これは7番手争いということになりますね。下家真紀城選手、そして和地高原選手、星野隼人選手あたりだったでしょうか。残りが14周というところで、さあ今早くもですね、バックマーカーが現れ出しました。こうなるとその周回数の違ってくるライダーたちを集団の中でバトルをしながらかわしていくというのも難しくなってきます。さあ、そして今5番手の伊藤佑樹選手が動いたか。 1,2 コーナーですが順位は変わりませんでした。5番手ステイ。おー、木村龍之介選手、ゼッケン77、黒いマシンなんですが、この第1ヘアピンは結構得意なんですかね。あ、第2ヘアピンもだ。かなりコンパクトに回っていっています。これは一つアドバンテージになるかもしれませんね、後半。さあ、トップ2とそして3番手の距離感なんですが、ちょっと空いてきたでしょうかね。コントロールラインを通過して、
さあ、そして先頭が戻ってきまして、残りが12周ということになります。そして3番手が動くか、アウト側から木村龍之介が入っていきました。3番手浮上。4番手中山優吾というオーダーになります。先ほども第2ヘアピンのところで木村龍之介は前を狙っていましたよね。うまく最終コーナーからどうやら合わせてきたようです。そして、今7周目の周回、まだまだ前半の周回なんですが、トップ5どうでしょうね。2番手3番手、さあそして3番手4番手がまた争っているぞ。3番手にいるのは木村、そして一旦パスをされた中山優吾なんですが、落ち着いて前を狙っているようです。5番手の伊藤裕樹も隙あらばというところになっています。残りが11周という周回になりました。これ完全にトップ2と3番手争いの3台という感じに分かれてきたでしょうか。いやいや、でもまだ後半分かりませんよね。第2ヘアピンを立ち上がっていきます。そしてマシンにパワーをかけて全身全霊で最終コーナーを立ち上がる。結構寝かせてきているぞ、ゼッケン3番田中風斗。そして最終コーナーを立ち上がってコントロールライン通過。残りが10周ということになります。前半最後の周回、さあ3番手争いだ、3番手争いだ、一気に動いていくか。イン側には伊藤裕樹がいる。そして3番手には今中山優吾が上がっていますか。5番手に木村龍之介か。おーっと、今一旦接触があったでしょうか。第1ヘアピンのところで木村龍之介転倒です。ちょっとこれ接触があったことによってバランスを崩したかもしれません。木村龍之介、いいレースをしていただけにちょっともったいなかったですね。そして周回数が間もなくまた一つ減っていくということになりますが、コントロールラインを通過しまして残りが10周になります。さあ、これで後半の周回というところですから順位をおさらいしておきましょう。先頭は田中陸、2番手が田中風斗、3番手が中山優吾、そして4番手が伊藤裕樹、5番手木村沙奈、6番手は地高原、7番手下家牧場、8番手星野隼人、9番手がもう慶春ということになっています。そしてトップ争いの前にまた1台周回数の違うマシンが現れ出しました。ここはうまく処理をしていきたいところなんですが、アウト側から落ち着いてかわしていく田中陸、そして田中風斗です。ラップは8周ということになりましたから、周回数としては11周目の周回に入っています。トップ3番手争いがちょっと今第1ヘアピンのところでは割れてきたんじゃないですかね。そうですね、若干間が空いている3番手の中山優吾と4番手の伊藤裕樹です。さあ、そして今、ゼッケン3番の田中風斗が動くか。最終コーナー。ブレーキングギリギリ我慢していったんですが、順位は変わりませんでした。そしてコントロールラインを通過。これで残りが7周になっていきます。まだ後半の周回数というのはあるわけなんですけれども、バックマーカーを先ほどからですね、かわしながら行っているこのトップ争いです。前には3台の周回数の違うマシンがいる。さあ、イン側にねじ込んできましたよ。トップ2。さあ、もちろんですね、ブルーフラッグは振られているわけなんですけれども、お互いレースをしています。最終コーナーのところはどうしていくんだ？どうしていくんだ？ここは無理はしませんでした。そして、今度は3番手争いの2台、ここもですね、バックマーカーと今交わることになっていきます。周回数は6周。このままの状況で最後まで行くんでしょうか。トップ争い、ゼッケン67番の田中陸はトップを最後まで守れるのか。ですがロックオン状態でずっと周回が続いているゼッケン3番の田中風斗、ここは1勝が欲しいところです。最終戦、その2台が今最終コーナー、さあ入ってきたゼッケン3番田中風斗。ここでいよいよトップに立っていきます。狙っていたでしょうか。一つ前の周回もね、少しブレーキングを我慢してというところだったんですが、ですが残り5周になったところで1次コーナー再びゼッケン67、田中陸が前に出ていく。奪われたら奪い返していくトップの、おーっと今第1ヘアピンちょっと輪立ちにはまったかな。ゼッケン67、田中陸がですね、若干バランスを崩しかけたんですが、うまくマシンコントロールをしましてトップを守ります。そして2番手にはゼッケン3、田中風斗、まだしっかりつけている状況。最終コーナーを立ち上がる。そして3番手争いも熾烈になっていく。この3番手争いはどちらかが表彰台に乗れて、そしてどちらかが表彰台からこぼれるという争いです。ゼッケン93番の中山優吾、そしてゼッケン79をつけます伊藤裕樹、この2台です。残りは4周、周回数が1周1周少なくなってくる状況。さあ、第2ヘアピンを立ち上がります。ゼッケン67、田中陸。その後ろにぴったりつけている田中風斗、ゼッケン3番。
最終コーナーへアプローチをしていきます。どちらも同じような立ち上がり、そしてコントロールラインを通過していく。残りが3周になってきました。なんとなく2番手と3番手の距離感が近くなってきたんじゃないかと思います。1周1周のラップというのはちょっと今わからないんですが、これトップのそのバトルがどうなんでしょうね。さあ今1台かわしながら第2ヘアピンを立ち上がっていきますよ。トップ争い、トップのラップっていうのが落ちてるわけでもなさそうですからね。単純に2番手3番手の距離感というのが縮まっているんだろうと思います。さあそして再び入ってきたゼッケン3番最終コーナー田中風斗。さあこのまま残り2周守っていけるか。田中風斗アウト側、そしてイン側が田中陸だ。再び 1,2 コーナーのところでは田中陸が先頭に戻ります。激戦のバトルになっている。そして第1ヘアピンはどうだ。第1ヘアピン順位は変わらない。そして3番手争いも完全にトップ争いについてきました。これは優勝争いも分からなくなってきましたよ。さあ3番手にいるゼッケン93の中山優吾なんですが、前にいる2台を完全にロックオンだ。さあそして入ってくるか。アウト側にマシンを振っていく中山優吾なんですが、ここは前に出られるか。イン側取っている。これいいラインだぞ、いいラインだ。さあどうだ。コントロールラインを通過してファイナルラップに入っていきます。さあ1コーナーはアウト側が田中陸、イン側が田中風斗、そしてそのすぐ後ろの中山優吾、伊藤優希も来ている。さあ勝負の残り1周です。さあまずは第1ヘアピンはクロスを取って誰が先頭で立ち上がっていくんだ。どうやらこれ今中山優吾が先頭だ。そして2番手が田中陸、3番手がこれで田中風斗、4番手伊藤優希のオーダーになっています。さあ最終コーナー争いだ。アウト側に田中陸が振っていくんですが、だどうだ。立ち上がりは中山優吾が前か。コントロールラインチェッカーフラッグが要用されまして、最終的にトップでチェッカーを受けていったのはゼッケン93中山優吾。木村龍之介も今チェッカーということになったようです。そして6番手で木村さなが入ったようです。その後ろ7番手争いだ。最終コーナーを立ち上がってきまして、さあここは周回数が違うマシンもいますが、4台ほぼ同時にチェッカーということになりました。さあレースの結果です。優勝は中山優吾選手、2位田中風斗選手、3位田中陸選手、4位伊藤優希選手、5位木村龍之介選手、6位木村さな選手、7位和地高原選手、8位下家牧場選手、9位星野隼人選手、そして10位もうけいちぇん選手ということになりました。シャンパンファイト、今回は村瀬健選手、そして大和周選手、あ、内海幸太郎選手も来てくれたんですね。後半戦は風斗君と一緒に先行けたんですけど、僕がミスってしまって、後ろにいた優吾君がついてきちゃって、最後にファイナルラップで風斗君と優吾君に抜かされて悔しかったです。チャンピオンを取って NSF ステップアップして、それでもチャンピオンを取りたいです。今までよりもアクセルをもっと速く上げることです。最初はチャンピオン取ろうと思って走ってたんですけど、前の当て合わせのレースでこけてしまったので、ほぼ 99% チャンピオン無理って分かったので、今日は楽しく走りました。去年と同じく厳しいシーズンで、僕ずっと40なんですけど、50cc が本当に勝てなくて苦労したシーズンでした。来シーズンはNSF でチャンピオン取れるように頑張ります。ここはチャンピオンがかかっていたので、絶対に勝つぞという思いで臨みました。最高で信じられないっていうか、追いつけたことが信じられない。最初龍之介くんとバトルをしていて、そこから抜け出すことができたので、そのまま流れに行こうと乗っていこうと思いました。最後のシーズンって決めていたので、チャンピオン取りたいという気持ちはあったんですけど、1戦目2戦目表彰台逃していたので、最終戦っていうよりは3戦目と4戦目本当に勝たないといけないレースでちゃんと勝てたっていうところ、そこが一番大きかったかなというふうには思います。
いや難しい審査でした。レースの組み立てとか、一瞬で判断することが要因となりました。技術的なとこっていうよりは本当にもう勝たないといけないレース、場面、あと今日のもう最終もそうだったんですけど、最終ラップのもう勝負しないといけないところで、ちゃんと勝負して勝ち切るっていう、メンタル的なところの成長っていうのが大きいかなというふうに思いました。ここまでできると思ってなかったので嬉しいです。よくやりました。 NSF HRC トロフィーで、優勝します。はい。5戦にわたってバトルが繰り広げられた今シーズンの74大二郎カップ、いかがでしたでしょうか。1年で大きく成長する彼らを見ることができるのも74大二郎の醍醐味です。来シーズンの戦いにもぜひ期待してください。